皆さんいかがお過ごしでしょうかはい寒いですね朝晩冷え込みますねこちら大阪最高気温行ってもハイドでございますいや今年はねほんまにインシューチャンネル生まれてもラルクの動画はほんまにネタに困らんかったというよりもねまあ三十周年そしてハイドさんソロ二十周年というラルク動画作るにはもってこいの年でしたよ いやリスナーの皆さん心配ご無用ですよ来年どうすんねんとおそらくラルクの活動も落ちるでしょうまあゆっくりになるでしょうね安心してくださいよ私何回も言ってる通りネタは666個あるんでね大丈夫です信じてねこれからも見て,見てくださいというかついてきてください限界までね振り切っていくんでね一緒にドライバーズハイしましょうさてね本題に行くんですけどまあ ドエルあるあるなんですよ今回は。というよりもね先日まあ小さな忘年会みたいなのがあったんですよ。もちろんね少人数制でいろいろやってますあの要領用法を守ってマスクとかいろいろも徹底してるんですけどその中でねまあとある元バンギャなる人に出会ったんですよ。そしてお話を聞いた時からこの動画作ろうと思ったんですよ。その人曰くね ラルクが最初やったと。ラルクを聞いてからいろいろなものを聴くようになった。だから、ラルクが好きって言った私に対してね、結構ね、いろんな音源聴かしたりとか、YouTube で見せてきたりとか、こと細かく説明してくれたんですよ。で、自分は元バンギャやって、この人とか、まあこの人、バンギャって、まあね、わかる人はわかると思うんですが、あれですね、支える人ですね。まあ、売れないバンドマンのために推しとしてね、 おっかけはもちろんお金渡したり時にはまあ住む場所体なんかもね提供したりしてるらしいんですけどもちろんラルクにはそんな低俗なね下品な人はいないですよコールガールとかラルクはもういないですけどまあインディーズとかね手の届くようなまあ地下アイドルみたいな扱いというかまああるんですよでその人は元バンギャーやったとで待ち受けもいまだにねちょっとわけわからん V 系のマイナーなやってはるんですけど ラルクが好きならこれも好きでしょうと。いやこっちもどうこれは世界観ってちょっと似てるかも。ラルク入り口からこうなるよと。まるでいろいろ私にね教えてくれるんですけど聞いてるうちにだんだんいや違うねんと。私はラルク自体が好きでこれが始まりじゃないねん。スタートがラルクじゃなくてゴールやねん。スタートもゴールもラルク。もう全部がラルクやねん。ラルクが好きなだけで。 ラルク関係のこんな感じとかこんな世界観とかこんな全くいらないんですよっていうことをね言ったんですよもっと柔らかくですよでもまあその人みたいにいろいろな音楽にねまあ派生していって聴いていくのは全然悪くないと思うしラルクがきっかけで離れていったりするのも全然悪くないと思うんですよただドエルあるあるとしてはずっと好きな人はずっと好きなまんま きっと来年もおおそららく好きでおるか年取、ね、っても今何してるんとか関係なくラルクが好きなんでねこれを好きなんちゃうこれはって言われるのはちょっと辛いなと思ってこの動画を作ろうかなと思ったんですよ。まあ分かる人というか分かるでしょう経験ある人もおそらくいるでしょうラルク好きならこっちはこれはって言われるのいや違うねんっていうことですよねわしゃラルクが好きなんやと他の色も出してくんなというわけなんですよ。 はい、こんな感じでどんどんで出,出していくんでねついてきてくださいね次行きますよはいこれ「えハイド好きなら GACKT とか好きなんちゃん」ってやめとけ一緒にすんなそしてこれを出すないいですかそしてさっきの並びで言わしてもらうけど「ハイド」っていうな「3をつけろよデコスケやろ「猫」でも言うぞ「ハイさん」ってあると思います そして次これえ未いまだにラルク聞いてるんやえ昔聞いてた懐かしいバカタレ今でもラルクを聞いてるんですよ何も知らない離れていったあなたは損をしています世界観が最高なのは変わらずです世界観が最高なのはラルクとあとちょっとキングヌーぐらいです最高ですはい次何かとこれ使う名前とかいろんな場所に いやこれは別にあるあるというか悪,悪い意味で言ってないですよ。はい次。グッズはデザインがダサくととも買っっっちちゃゃうう遠征費用としていっぱいぱ使っちゃう私はね実はあんまりグッズねそんなにほど買わない、まあ、T シャツは結構持ってるかな。多分ねほんまめちゃくちゃ買うようなドエルとは全然違うんですけどそれでもやっぱソロの時とかもいつも思うんですけどああこれは普段使えないなーっていうような。 ね、あるんですけどあるの分かってても買っちゃう「ラルク好き」って言うとまあたまになんですけどでも身長がとかすぐ何かと身長でマウント取ってくるやつおると思いますいやいやね何も分かってない身長が低くて逆に可愛さが保ち出されてるこの50代何にも分かってないなと30代はねたいまあ貫禄とか必要なんですよ 50代ぐらい、まあ、特に男性ですよ。50代ぐらいになると可愛げが必要なんですよ。そして70代ぐらいになるともう杖が必要なんですよ。これはもう変わらないものです。いや、わかってないですね。何かと慎重でマウント取ろうとするやつ。きっとね、ハイドさんに恨み、妬み、曽みがすごいんでしょうね。はい。次、これ。ハイドとハイド。使い分けなさい、ちゃんと。 はい次卒業式には女性誌葬式にはあなた結婚式にはファイナルピースこれは私だけですかあると思います次主にまあライブでのことなんですけどたまにまあツイッターとかでもなんですけどなんか綺麗なドエル見るとなんかちょっとそわそわドキドキうれしくなりますよねいや何もないんですよ何もないんですけど んって思いますよね。これはもしかして。いやないですね。はい。何を言ってるんでしょう。次。最近、ラルクを好きになったような新規に対して、まあ、子さんがきついと思われがち。実際、そうでもないんですよ。まあね、なんやろ。20とか、まあ、25周年とか、もう、未来とかから好きっていう人全然 OK です。そんな人に対して、どうもね、どえる。 どうってきついく思われがちなんですけどえ「えアあずいとか知らんの?」みたいな「ガラス系えーみたいな「いやそんなことない」ですそう思われてるっぽいんですけど実際にはそんなこと言う人多分あんまりいないと思いますよウェルカムですよそんな子供みたいなファンあんまりどえるっていう人いないんでね少なくとも大丈夫ですよちょっときつく思われがちなんですけど 全然昔の曲もいっぱいいい曲あるんでよかったら聴いてねぐらいですよ実際会って喋ってみてくださいよはい次カラオケでラルク入れてくるぶっさいやついやこれはもう全然オッケーですよあるあるとして言ってるだけで、まあ、それを聞く女性の方はちょっとイラッてするドイルもいると思うんですけど全然大丈夫ですよあのもうカラオケなんで好きに歌ってね 好きにものまねっぽくしたり好きにあの歌い方してくれて結構なんですけどね鏡を見たりとかいろいろ必要なこともあるっていうことですどう思われてるかでもどう思われようが関係ないですよねカラオケなんですからね好きに歌っちゃいましょうよただねやっぱりどうしてもほとんどの人がラルクネチ用になってしまうのはしょうがない次「マイハート」の時みんなで合唱するのライブやとめっちゃ気持ちいい最 結構に一体感あるけどもうブルーレイとか動画やともうすぐ飛ばす何やったら最初のケンちゃんのギターソロが始まった瞬間からスキップしちゃうあると思いますえあるやんなこれ私だけですかあの長いのずっとみんな聴いてるんですかライブではめちゃくちゃ最高ですよはい次ハイドさんに全工程であがめたてまつる人たまにいるんですよ別に悪くはないです ただね、何をツイートしようが何を言おうがもう全てを受け入れ全てが OK でもすんごい人たまにいますよね。全然いいんですよ。ただね、まあ、これハイドさんが使ってたっていうような化粧水とか乳液とか高いの買ってはるんですけど、それ、ハイドさん本人が言ったんじゃなくて、よくまあサイトとかね、まあいろんな悪徳で、ハイドも使用してるってよくありましたよね、あれ。まあまあそんなこと言っちゃあれなんですけど、まあ何でしょう、例えば、 ハイドさんが読んでる本とか漫画で言うと最近またほらドラマ始まる「ハレコン」とかあれをねハイドさんがっていうから読み出すようなやつそれわしやないか。